この剣があれば敵なしですわ。ですわ。勝利を与えますわ。悔しいか。ならお前もやり返してみろや。言ったなてめえ、死にさらせや。ふん、聞かねえな。にしてもおっせえ一撃だな。おもしでもつけてんのか。こんな筋肉だるまが。だからおせえんだよ。まあんなくだらねえもん抱えてりゃ拳の切れも悪くなるわな。うっさい、うっさいんだよ。何もかも捨てちまえよ。重しになるもん全部投げ捨てて、そんで全力でかかってこいや。それでいいんだよ。言ったろ、無理すんなって。あれ、
私、何って。いい一撃だったぜ、巫女様よ。いや、同胞シャルロット、派手に暴れてすっきりしたろ。あ、うん、さっきまでのイライラが嘘みたい。あんた血まみれじゃん。なんともねえよ、この金獅子が。この程度で倒れるほどやわじゃねえ。あっちゃん、ほうが、ほんと。はい、これにてルクサント内の魔物の脅威は去ったと見てよいでしょう。知るかボケ、あんたらで勝手にやってろ。これからは私の力は私のためだけに使わせてもらうから。そういうわけでミコやめます。じゃ、あのね、あまあ悪いとは思ってるし、あの、やりたいことがいっぱいあるようで何をしたらいいのかわかんない、そんな感じ。おいおい、なも思いついた端からやっつけていけばいいだけだろう。あ、生きてたんだ。絶対に死んだなって思ってた。勝手に殺すなよ。それよりお前ら、暇ならちょいと俺に付き合わねえ。お断りします。まあ聞け。実はよ、俺たち荒野の民の祖先が万が一のために残した隠し財宝があってな。で、俺の知り合いがようやく古文書と地図を解読し終わって、宝の在りかを突き止めたのよ。財宝？それって金銀ザックザク的な？そうよ。ただちょいとばかり厄介な場所にあってな。どうだ、興味あるだろ。私に任せなさい。なんかうさんくさいんだけど。さあ行きまし。お宝見つかったら山分けどこね。よし、決まりだな。行くぜ、我が荒野の同胞たち、俺に続け。ま、好きにやらせてもらうわ。私のやりたいように。